多いね。はい、皆さんこんばんは。こっちのたいちゃんでございます。はい、では本日もですね、毎週月曜日恒例の混雑状況に参りましょう。はい、現在ですね、2月の5日日曜日でございます。我々ね、今日朝だいたい9時前ぐらいにインパしたんですけれども、スーパーニンテンドーワールドの整理券はこんな感じでした。はい、昼以降のがもうすでに配られてたっていうような感じですね。で、なんかね、さっきね。チルドレンの方と、ちょっとお話しさせてもらったんですが、なんかね9時頃に一瞬入場制限かかったんやって、そんぐらいめっちゃ混んでます。はい、今ほんまにパッと把握見ただけでもめちゃくちゃ混んでるし、まだねこの入場の待ち列っていうのがビヨンってまだ後ろまで伸びてるんで、今日はバックコミになるんじゃなかろうかなと思いますね。はい、で、現在のね天気はこんな感じ。本日はね最低5度最高14度の日でございます。現在11度なんで、まだもうちょっとちょっとだけ暖かくなるんじゃないかなって思います。はい、朝はね、まあまあ寒かった。はい。あとね、なんか3月の16日からマスクのルールが変わるらしいんですよね。はい。それまたね、分かり次第しっかりとルールとして公式からね発表され次第皆様にまたシェアさせていただければと思いますので、ぜひ見てね。はい。ということで早速もうね、グッズの前にちょっとファッションチェック行きましょうか。Fingers on my side, girl, you look modified. Oh, won't you rub your fingers on my side, girl, you look modified. Oh, won't you rub your fingers on my side. キュンです。はい、ということでね、はい、結構ね、やっぱ朝、今日ちょっとね、冒険して、荷物も極力減らそうと思って、ちょっと朝、寒いやろうなと思ったんやけど、ちょっとね、いつも着てるアウター置いてきました、はい、朝、めちゃくちゃ寒かった、で今日ね、ビバヒルで朝、ちょっとモーニングしたんやけど、めちゃくちゃ寒かったです、はい、なので、ちょっとね、俺で寒いって思うぐらいやから、多分ね、もうさやかとか女性のね、ちょっと冷え性の方とかっていうのは、かなりきついかと思いますので、若干のね、薄めのアウターとかっていうのは持ってきた方がいいんじゃないかなと思うんですが、これ多分夜もねめちゃめちゃ寒なると思いますので、くれぐれも体調をね崩さないようにしていただければと思います。かわいい、これ来たんよね。初めてじゃないです。分厚くはない。あ、でも動きやすい、そっちの方が。え、下は半袖ですかこれ？下半袖。ああ、寒いねそりゃ。もう一回見して。3D になってる。ありがとうございます。はい、ということでたいちゃん先ほどね言ったように寒いです。寒いね。これね一応タートルネックで普通の大使よりは厚いやつで、で上にこんなちょっと厚めのカーディガンみたいなの着てるんですけど、朝とビバヒルはマジで寒かったです。はい、でただね今日陰やん、日向に行くとめちゃくちゃ暖かいよね。その差が全然違うので、またちょっとこれ難しい季節やなと思います。はい、ちょっと今はこれちょっと今日失敗やったので薄めのねアウター1枚持ってくるといいんではないでしょうか。よくユニマに来る私たちでも服装間違えることが多いので、はい、皆さんも注意してください。はい、ということでグッズ見に行きましょう。せーの、ゆうこんち。はい、ずっとスーパー・ニンテンドー・ワールド内にしかなかった通称ライフラインカチューシャことテレサ・カチューシャがこちらに来てますね。ね、来てるね。ね、めっじゃライフラインになるよね。だんだんね、中にしかなかったやつがこっちに入ってきてたりするんで、ね、こういうのはいいかもしれないですね。ピカチュウがね、全然あんねんな、あれ、多分ね、えぐい量作ったんやと思うんやけど、売れるの見越してね、初日ね、大量に、絶対これ自分で使う分じゃないよね、みんな量買ってる人ね、めちゃくちゃいたんで、なかなか苦戦してはるかもしれへんなって思います。ね、今日はね、パレードのね、様子とかもしっかりと皆さんにお伝えさせていただきますので、ちょっとね、お地蔵さん感とかも見ていただければと思います。地蔵さん感感情が全然わからない。嬉しい。かわいいな。ちょっとこれもね、めっちゃ気になっててん。フラワーってこれ針金になったの？ちょっと枯れ気味か。可愛いけどね。ちょっと騒がしいかも。ちょっとうるさいよね。でもレインボーロードやね。ちょっと検討で。検討で、すいません。はい、ボンドアーニャがね、しばらくなかったんですけど入ってました。ちょっと品薄っぽかったねで、相変わらずボンドのね、ぬいぐるみハットはないかなっていう感じです。あとね、ずっとね、やっぱり黒ずくめのコナン君の話やねんけど、黒ずくめカチューシャ、あれめっちゃ売れてるよね。めっちゃつけてる人見るんやけど、あれがね、ないです。だからあれが一番売れてるんかなって思いますね。あらかた、初めの予想通り、ちょっとアーニャのカチューシャはあまりつけてる人は見ないので、結構ね、お子様とかはね、ちょっとポップな服とか着てはる人はね、合うから、ああいうのを買ってはるんかなと思うんやけど、なかなかあれ合わせるの難しいな。何してんの？アーニャの中だから。難しいよね。アーニャはむずい。あれつけれたらもう一丁前よ。ファッションの一流。すごい、映画見るね。あ、かっこいい、かっこいい。映画見るね。映画見るね。かわいい。ああ、かわいい、かわいい。ああ、なるほどね。バイバイ。いつもね、時計回りに、パーク回るんですけど、今日からね、パレードとね、ポケモンカートのお話しさせていただきたいんで、ちょっとだけ寄り道させていただきます。はい、現在ね、11時45分です。パレード開始までだいたい2時間15分前になるんですが、今でようやく、ちょっと最前埋まってるかなぐらいの感じですね。このハリドリ前のお話です。あとね、ポケモンカートなんですが、11時半に完全に整理券配布終了したみたいです。はい、なので買えないんですよって断られてる方もいらっしゃいました。かわいい。11時以降に行った人はもう買えないです。11時半。11時半に、でも11時半でも多分カートの閉まる直前の時間とかは配布してたはずやから、多分帰っても5時とか6時とかやったんちゃうかな。ね、大変やね。大人気やね。大人気です。あ、急に埋まりだしたね。やっぱり最善取るにはだいたい2時間ちょっとぐらい前から日曜日は自動しないといけないかもしれないです。ちょっと今日は違うところからパレット見てみて。そうやね。うん。いろんなところから見てみましょう。じゃあ改めて時計回りにパークを回りたいと思います。ビバリーヒルズブランジェリーでございます。現在ね、11時51分でございます。大体ね、もうお昼時なんで多分1時間は待つんじゃないかなっていうような列の具合ですね。で、ビバヒルね、イースターのフードっていうのは新しく出ておりまして、また我々今日食べさせていただきましたので、今週中にシェアさせていただきます。あとね、カウンターが空いてます。カウンターはそんなに並ばなさそうですが、売ってるのがね、サンドイッチとソフトドリンクだけっていうような感じです。はい、それじゃあ次行きましょう。ぬいぐるみハットがもうやっぱりキャシーしか、ね、ないっていうような感じですね。玉剣もしかしたらもう当分っていうか、もしかしたら最後まで入らないんじゃないかパターンもありますね。玉剣ね、もうモコモコなんで、これからの季節暑いんですよね。めちゃめちゃだから、もしかしたら作ってないかもね。ボールペンあった？ボールペンもなかったです。なかったね。補助線めっちゃ売れてるやん。補助線補助線も売れるぐらいの混雑ということですね。現在12時8分でございます。ドラえもん前ぐらいまでしか並んでないね。そうね、そんなに並んでないけど、ここ結構中待つので1時間前後やね、ぐらいだと思います。おそらくね、一番混むであろう、先に埋まるであろうね、スタスタの前の地蔵館になるんですけれども、現在ね、1時間50分前かなになるんですけれども、大体2列ぐらい、作られてるかなというような感じですね。だからここでやっぱ最前とね、3時間4時間ぐらい待たない、もしかしたらもっとね、開園から待たないといけないかもしれないですね。行きましょう。スパイダーマンのね、前のこちらのストリートになるんですけれども、こちらね、チルドレンの方おっしゃってたんですが、割とこんな感じでまだ誰も座られてないって感じですね。もしかしたらほんまにね、ずっともうどこもかしこも混んでるみたいな時になったら、最終手段ここ来てみるのもいいかもしれないですね。なんかスヌーピーとかね、キティちゃんとか前方のね、前の方のフロートを見られるっていうポジションになります。ただね、そのチルドレンの方もおっしゃってたんですが、ここで結構寒いね、だからそこだけお気をつけください。今現在150分待ちになってるんですけど、今見たらね157組待ちになってました。割とね今バーチャル Q ラインっていう順番になったら電話かかってくるっていうシステムになってるんですけど、割とねこの150分っていうのはかなり前後します。この前ね俺ら2時間待ちやってないけど結局3時間ちょっとぐらい待った時とかもあったんで、まあ割とほんまに簡易な目安みたいな感じでね思っといた方がいいんじゃないかなって思います。はい、スパイファミリーなんですが、入り口のねちょっとお兄さんに聞いたんですが、9時台にもう配布終了したということで、今日ね7時台にオープンしてるんで、まあ割とね、はい、オープンしてすぐに来ないとやっぱり取れないんじゃないかなっていうような印象ですね。ポスター閉まってますね。はい、ルイズニューヨークピザパーラー1時間前後待ちということです。はい。ノリミットマーケット行ってました。ノリミットマーケットじゃうね。名前変わりました。ユニバーサルマーケットに戻りました。間違えんとこ。ユニバーサルマーケットなんですが、はい、ここのね食べ物、はい、フードが変わっておりまして、はい、こちらの Vlog で出させていただいておりますので、はい、ぜひ見てください。お母さん大はしゃぎでございます。大暴れ面白いのでぜひ見てね。はい、現在12時28分なんですが、呪術廻戦食堂ですね、はい、こちらメニュー新しくなりまして、はい、で今はねすぐ入れるみたいですよ、うん、ただ2階でねちょっと待つらしいです。はい、そんぐらいです。呪術廻戦食堂、あ、何て言った？廻戦食堂、すんません楽しみだね。はい、前までね、パーク入ってすぐ左のユニバーサル・スタジオ・ストアに E.T. のグッズあったんですけど、もう今こちらサンフランシスコ・キャンディーズにしかないっていうような感じですね。めっちゃ E.T. のグッズありそう。いや、ありそうじゃなくて。どう見てもある。こうやってなかったらやばい。あれ E.T. じゃなかったらちょっとしわしわのおばあちゃんや。見に行く、一回見に行く。行くよ。うん。お邪魔します。これのかね。値段ついてないんだね。ここね、いつも E.T. のね時代に合わせた 80s の曲がねずっと流れてるね。めっちゃ好き。はい、あんまりね列は伸びてないんですが、ここまでハピネスなんで40分ぐらい待つそうです。I didn't even know my name, but the beer is cold and the music's always playing. はい、スペインファミリーのフードカートなんですが、ミスレスの前折り返して1回ね、1往復して、元のところに戻ってきてるってぐらい結構並んでるんやけど、大体30分ぐらいで買えるそうです。まあ、フードカートなんでね、しかもフードカートこう見えてレジ2台体制でやってますので、めちゃめちゃ早いと思います。本気やね、ここね。めっちゃさばいてはるね。ツイッターにき動いたら可愛かったな。全然待ってないの。レジ前もやらん。はい、現在13時35分になるんですが、15時から16時の、整理券を配っているっていうような感じですね。現在ね、13時40分になるんですが、ノリミットパレードまで、残り20分となっております。やっぱりね、異様に空いてる気がする、スーパーニンテンドーワールドはね。やっぱりこのパークの混み具合とね、あんまり比例してないというか、ポケモンパレード、ポケモンのフロートと、スーパーニンテンドーワールドのお客さんの層って多分かぶってると思うんで、そこも結構うまいこと分散されてるんじゃないかなと思います。まあいい感じやね、ほんまにね。いつもより少ないね。ね、少ないと思います。めっちゃ天気良くない？良い。狙いすぎやろ。あれめちゃめちゃ嫌じゃない？狙われてる。頑張れ。up, he done had enough, he ain't got no cash to spend. Come on down to Buddy's Bar, it's on the house, my friend. We said Jesus ain't an easy man to talk to.マカロニのね、デニッシュピザがなくなってます。はい、桜エビになってるんやけど、これ見て。シーズナルメニューって書いてんねん。ああ。はい、ということは、俺ね、デニッシュピザ自体シーズナルメニューやと思ってて。そうそうそう。ってことは、もうこれ固定なんやね。デニッシュピザ自体ね、嬉しい。はい。で、ツナマヨ&桜エビやって、さやか絶対食われへんけど、めちゃめちゃ美味しそう。桜エビが一番嫌いかも。また食べてみたいと思います。さっきね、ユニバーサルマーケットの前でちょっと話するの忘れてたんやけど、そうそう、ティラミスチュリトスなくなっておまんねん。まあ Vlog とかの方でもね言ってるんですが、またよかったら見てください。今日はどこでライブを見るんですか？はい、ですね、今日はちょっとセントラルパークの前から見たいなと思ってます。これちょっとチルドレンさん情報になるんですが、メルズの前って、2回転しすんねん、あそこだけ。あ、そうなんや。一応ね、けど情報によれば2回目はもうダンスに参加できへんっていうのをちらっとチルドレンの方が聞いたり、そのね、検証ですか？そう、検証というか、まあその時だけやったっていう可能性もあるから。あ、なるほどね。そうそう、一回ちょっと見に行きたいと思います。楽しみ、ほんまにファンでマジで楽しみすぎ。そこもメルズの前もめちゃめちゃいいらしいから、とりあえずね、映像をお届けさせていただきます。まあ多分だいぶ埋まってるやろうけどね。あ、そうやね。もう始まるもんね。これは無理じゃん。どこで見る？パニックパニック。ギリギリすぎてやばい。それスーパー・ニンテンドーワールドもスクワットぐらいの人やね。うん、やばかった。ほぼほぼこう来てんちゃんってぐらいおったね。今スパイダーマンの前の方にいます。あ、いいんちゃう？ンスないんやね。船橋で最後のラストストップになるから、あとはお出れ。ここめっちゃいいですね。うまいね。こういうとキティちゃんとスヌーピー、キティちゃんとスヌーピーが撮ってるけど、もう始まるまであと10分もないかぐらいで2列ぐらいしかない。踊れそう。嬉しい。ここ来るのって1時間30分後かなるから、結局30分自動するみたいな感じにはなるから。ポイントグルメ、ポイントグルメ、瞬間、瞬間、今回簡単やね。めっちゃ見えるね。やっぱね、車道降りて踊らなあかんな。そうやな。あんなやっぱりさ、キャストさんを目の前にしてもな、目の前でほんまにあんな動いてんの見れるっていうのはなかなかないしね。めちゃめちゃ最高やと思う。大使のために踊ってくれてたりとか、だって踊ってるの俺だけやったやろ、周り。だからもうキャストさん俺見るしかない。俺しか選択肢なかったから、多分心の中ではこいつかよとは思ってたと思うけど。さすがにな、顔にはやっぱりプロやから。プロやな。素晴らしかった。もうめっちゃほんまに最高。マジを毎日来たい。それぐらいほんまに楽しいね。関西ね、めっちゃいろんなメニュー入ってるよね。大家が一番食べたいのはこちら。もう名前知らんけどめっちゃ美味しそう。ジャケ食いバナナとパインが入ってるみたいやね。結構大人の味らしい。絶対食べるよこれは。うん、お楽しみに。パワーオブポップね、10日から始まります。ついでにちょっと他のも出しといていいですか？はい、こんな感じです。もうね、続々とショーも始まっていきますので楽しみでございますね。バミリがバミっとるわ。I really had to write it down, cause it's the best kind of story, and you're hearing it now. We can spend in the studio. はい、ということで一周してきましたがいかがでしたか？ね、やっぱもうね、パレードみんなに見てほしいなっていう気持ちがやっぱ強いからね、ちょっと朝一のねパレードの地蔵感みたいなのちょっとまとめて出したいなって思ってます。今日ね、ちょっと毎シーズン恒例にね、しようと思っております。3点からのカメラ、ね、朝一みんなどっちに、今行きがちなんかみたいなね情報をまとめたやつを撮ろうと思ってないけど、ちょっと今日でたく寝坊して来週日曜日に撮ってね出したいなと思ってます。はい、ぜひ待っておいてください。はい、なんかそれのついでにね、また3点おすすめの3点の地蔵館ね、朝一の地蔵館も一緒にして出させていただこうかと思いますので、というのわけで、はい、またね今週からも情報、新しいやつとかもねいろいろ始まりますので、ぜひチェックしておいてください。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それじゃあせーの、バイバーイ。てかパレードさ行かれへんにさ、あ、デイリーさんとかの動画見てるもんね。デイリーさんやばい。めっちゃいいよ。デイリーさん毎日あげてくれへんかな。そんなん言うたらあかん。忙しいからね。忙しいからね。やばいよ。楽しみにしてます。肉眼より綺麗やもんね。デイリーさんの映像って。ね、なんかもう言っちゃ悪いけど、肉眼より綺麗です。めっちゃ綺麗。ね、生で見るよりいいかな。